皆さんこんにちは、ティムです。ここは東急東横線元住吉駅、横浜方面の、ホームに来ています。ここから隣駅の、今回は日吉に向かっていきます。日吉なんですけれども、日吉はですね、慶応義塾大学の日吉キャンパスがあって、まあ、その大学とともに大きくなった町かなと思います。僕自身、日吉4年間住んでたりしたこともあるんですけれども、まあ、大学に通う形で最初は使っていましたし、その後、後ろの2年間は、日吉に住んでたので、結構日吉はいろんな思い出があるのかなと思います。で、日吉ですけれども、まあ、こんな感じで東急目黒線と東急東横線のホームがあって、まあ、目黒線は終点になってるんですけれども、今から2年後にここから、新横浜まで新しく、鉄道が開設されて、まあ、新しい鉄道の拠点になるんじゃないかなというふうに言われているそうです。なんだか楽しみですね。僕が大学の時は、横浜市営地下鉄もなかったので、ただのですね、急行乗り換え駅で、あとは駅前に、慶応義塾大学があって、あと住宅街があるっていう、感じだったんですけれども、久々に訪れましたけど、だいぶ街の雰囲気変わっていました。で、日吉のですね、まあ、慶応キャンパスの特徴といえば間もなく見えてきますけれども、この、イチョウ並木なのかなと思っていて、まあ、このイチョウ並木ですけれども、まあ、前その清涼学園のところでもイチョウ並木のですね、散歩動画をお届けしましたけれども、まあ、僕はこの4年間慶応でこの日吉キャンパス通っていたので、このイチョウ並木歩いてるのがよく覚えてるんですけれども、まあ、11月の下旬ぐらいからですね、ものすごく黄色になって綺麗になって、でもなんか銀杏がですね、落ちてすごく臭いんですけれども、まあ、そのイチョウのですね、絨毯のようになって、すごく一面雰囲気が変わる、このあの辺りの雰囲気が僕は大好きなのかなと思っていて、久しぶりに来てみました。でもちょっと残念だったのは、こう大学の敷地なんですけども、実は大学の敷地だから、ね、こう住民の人向けに、ここはなんかあの通っていいように言われているので、車とかですね、あとは近所の住民の人が、まあ、あの日吉キャンパスを抜けてお家に帰ったりするような形で使われていたりするんですけれども、まあ、大学キャンパスの方は、まあ、これは三田キャンパスもそうなのかもしれませんけれども、なんかコロナの関係であの入場が規制されていて、なんか入り口に警備員がいました。もうすぐすると見えてきます。左手の方がキャンパスの方なんですけれども、入れないような形になっていたのがちょっと残念だったのかなと思います。と、逆にですね、この右手の方にこれから行きますけれども、陸上競技場とか、あの、まあ、これまっすぐ行くとき日吉記念館というのがあるんですけれども、そのあたりは、まあ、行くことができたので、まあ、このあたり僕が大学に通っていた頃ってのは2000年ぐらいなんですけれども、まあ、今から20年ぐらい前の頃なんですけれども、建物もいろいろとですね、建て替わっていたり、新しい建物ができていたりということで、雰囲気が、大きく変わっていたのかなというふうに思います。で、西口の方は反対に、田園調布のような形でなんか、その螺旋状というか、そのなんか扇形のですね、道路が整備されているんですけれども、まあ、田園調布と違ってここは学生街というところがあるのかもしれませんけれども、まあ、駅前は商店街が広がっているということで、あの駅前の商店街で、まあ、慶応の学生が行くよく御用達のですね、なんか定食屋さんとか、まあ、トラヒゲっていうんですけれども、を探してたら、あ、見つかって、あ、よかったみたいなところが途中で出てきますので、もしよかったら、見てみてください。今、シーンはこれはこのイチョウ並木の丘の上に上がっていく丘の上がですね、実は慶応義塾大学の日吉 の、 あの記念館っていうのがあって、まあ、その記念館の右側に、義塾大学の高校が、塾校が、あるんですけども、そこを歩いていってるような感じになっています。まあ、このイチョウ並木っていうのは本当に学生の頃の、いい思い出で、なんかいろんなことをここで過ごしたなってことは、今から20年経って、振り返っても、すごく、感じるところです。で、ちょっと、こんな感じで前半は、この慶応義塾大学のキャンパスの、まあ、散歩と、あと後半は、今回はあの日吉のですね、商店街の方を、ぐるぐる回るっていうような動画になっています。今回のこの動画ですね、いいなと思っていただいた方はぜひいいねのボタンと、あとはチャンネル登録の方を、お待ちしています。それではどうぞですね、日吉のですね、街歩きを、お楽しみください。
sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level, 'cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind.
you.